まあ、ペイペイで払ったんだよね。いただきますか。ということでね、まずはチャーハンの方をね、チャーハンの方をいただきます。いただきます。あ、すげえスパイス効いてて、今これ、なんか薄いと思ったけど、うめえ。次にね、はい、エビチリも頼みました。エビチリもね、本当にいただきます。いやー、ホッケよりうめえ。ホッケよりうめえはやっぱり中華最高だよね、やっぱな、中華は。ホッケよりうめえ。700円のホッケ、1000円のエビチリ。夫婦ちゃんとしてる。サブスク抜けてみろよ。マジ大会してみろよ、ボケ。ほら、俺のサブスクの価値観知らねえから。抜けろ、さっさと。言う前に抜けろよ、ボケが。なあ。サブスク、さっさと60人入ってるからさっさと抜けろ、ほら、大会会やれよ。なあ。俺、60人から変わらねえから抜けろ、さっさと、バカは。なあ、60人。なあ、抜けろよ、アホ。バイバイゲームに増えるだけだから、俺の場合は。抜けもしねえのに、つか抜ける前に入ってもいねえだろ、バカ。うん、グッチいらっしゃい。うちのね、サブスク入ってるメンバーはね、770円ごときで、抜けません。そんな貧乏人じゃねえから、最後このエビチリのこれを
チャーハンにかける。最高だよね。うまいよね。うん。ないね。いただきます。どうだよ、コメントのこの数。なあ、俺が食うだけでこんなだけコメント上がるんだぜ。なあ。わかるか？これがエンターテイナーだよ。うん。わかってるんだよ、俺は。すべて見せどころっていうのを。だら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 やりながらも。リサさん、タバコいつも、タバコが書いてます。皆さんのアイテムのおかげで、ね、サブスクのおかげでタバコが書いてます。ありがとうございます。おめえ。最高だよ、この、飯食った後のタバコ。うめえな、本当に。いや、もう腹がいっぱいだよ。腹がいっぱい。うん、本当に。俺はいち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 媚び売らねえから。うん、すげえ怒ってるな、マジ。そんな怒るなよ。別にサブスクも入ってないだろ、お前ら。サブスクも入ってないし、別にアイテムも投げてないじゃん。怒んなよ、そんな。なあ。なあ。サブスクの人数はわからないじゃん、みんな。俺の人数が何人なのか。あ、サブスク入りたい。パイセンフォローした。ありがとうございます。ね、ぜひメッセージをくれれば。さあ、この結果どうなったのか。ね、このまあ5分か10分ぐらいの間にサブスクは抜けたのか。ちょっと見てみましょう。フォロワーが増えてる、また。1,2,3,4,5,6。やってねえの6にも増えたわ。あららら。あららら。増えたなぁ。あらら。あれ？変わらんわ。変わらんわ。誰も抜けねえな。お前のサブスク手元に入るの来月1万ちょいって思うでしょ。俺もね、サブスクこれね、アクティブに継続的に契約した継続的に、サブスクに入ってる人間と1ヶ月更新で入ってる人がいるの。んで更新しない人もいるんだけど、もちろんだから抜ける人もいるわけよ。それを見ることができるんだ、これアクティブなサブスク。俺のアクティブは46人、自動更新が46人で、1ヶ月更新で、切れちゃう人が、14人なんで、まあ、この、
まあね、何、継続はもうさ、46人は、ね、継続的に切らない限りは大丈夫なので、うん。そうそう。だから残りね、14人。うん。って感じですかね。まあこれがね、継続で。鍵付き配信、そうだね、サブスク限定配信とかもちょっと人数が増えたらやろうかなと思ってる。一応目標100超えたらやろうと思ってるんだよ、100、うん、100超えれば、まあ、10分の1は来るでしょう。10分の1から20分の1ぐらいは来る。10分の1からまあ4分の1ぐらいは来る。だからそれぐらいになったらやろうかなと思ってる、月1で出られるって、まあこれはサブスクだけだからね。これサブスクだけなんだよ。1ヶ月に1回入ってくるものだけだって、俺が放送やればアイテムが全くゼロということはないんだよな。金額はさておき、リスナーさんの気持ちなので、あれだけど。なんかさ、今日さ、放送で誰か売ってたやん。1ヶ月の小遣いが3万円だって。ね。今日、匿名さんのね、俺は嫁さんから3万円もらって、毎月もらっているっていう風に書いてる人いたんだけど、まあ、僕ね、まあ、そういう人をバカにするつもりはないけど、まあ、僕、まあ、1ヶ月何もせずに、とりあえずね、約2万円ぐらいのお金が入るので、まあ、本当ありがたいなと。ファンってありがたいなと思いますよ。ファンって本当にありがとうございます。ね。サブスク、本当に、皆さんね、俺も3万、ご苦労様です。うん。あ、給料は宮部くんから入ってないよ。給料なんかないから。ライオン投げるってバカ。まあ、ライオンぐらいはね、嬉しいよね。ライオンは高いんで。25%、サブスクは 50% なんだよ。そうなんです。サブスクは 50% って決まってるの。サブスクに入ってくれたら、その 50% あったら770円の 50% 入るんだよ。サブスクだけは。これ決まってるんだよ。どこのサブスクも一緒。んで、なんと、今日から、サブスクの設定を、金額設定を変えることができます。まあ、俺は変えないけど、サブスクの金額を高くも安くもできる。はい、今日からなんだけど、そういう風になりました。あ、フリーライバーでも 50%、サブスクに関しては。そのパーキングくん激おこなの。TikTok で稼いだお金はすぐ TikTok から振り込まれます。銀行振り込みだと、もうすぐ30分ぐらいで、はい、30分ぐらいで、入ってきますね。銀行振り込みだと PayPal だと PayPal にその日入るけど、PayPal から銀行だとまたね、3日間とか4日間ぐらいかかるんで。いや、サブスク制限しない。今の770円に。770円はね、元の設定がそうなの。みんな一律して770円って決まってるの。770円くらいだな。ちょっと正確な金額は覚えてないんだけど、700いくら。808円だっけな。なんかそんなもんだよ。うん。そうそう。うん。即日換金は、即日換金に関しては、ほとんどの配信者は即日換金している。まあ、貯めてっていう人もいるからね。まあ、手数料300円なんで。300円。銀行振り込みに関しては300円ですね。こいつに770円払うなら牛丼食うわ。情けないね。ね、1ヶ月サブスク770円で、ね、スタンプをしたりとかできるのに、お前770円で一発で消えちゃうんだよ。かわいそうに。そんな牛丼ごときでマウント取ったで。牛丼？牛丼770円って買えなくね？俺大体特盛りとか頼むけど、もっと高いぞ。あー。まあ770円の並盛りぐらいしか食えないか。うん。まあしゃあないね。俺は胃が入らないからあれだけど。あ、弁償税かだまし。
ます、まあいいじゃん。僕らライバーね、ライバーライブ配信サイトがなくなってしまえば、俺らってまた違う場所に行かなくちゃいけないんだよ。ヤドカリみたいなね、商売なので、はい、場になってしまえばそこで放送できなくなってしまう。ヤドカリみたいな、生活を送ってるんでね。アンチコメント打つ人って、そうだね、金曜日の19時にアンチコメント打っているあなたら、遊びに行かないの？放送を楽しみにしているリスナーさんは別に遊びに行かないと思うんだけど、俺の放送が楽しいから、アンチコメント書いて、一生懸命書いてる人間たちって、金曜日の19時19分に遊びに行かないの？友達がいないの？お金がないの？だから無課金のこういう放送を見て、楽しんでるのかなぁ。やっほーい、やっほーい。すまんね、みんなごめんね。まあ、放送見てください、うん、別に無課金でもいいんでね、放送見ていただければありがたいです。家族で楽しんでる、ありがたいです。戻ったら石川とコラボしよう。不快になったので一生来ません。さようなら。大丈夫。お前は俺の放送にまだいる。絶対にいる。100%。だって閲覧数が減ってないんだもん。485から変わってないのに。そう、逆に増えている。487に。お前はここにいる。間違いなく。わざわざいなくなる人間はさようならなんて言わない。勇気でいらっしゃい。勝手に閉じる。な、そういう言葉を吐くってことは必ずお前は構ってもらいたくているってことなんだよ。残念だけど。絶対にいるんだよな。なんでかわからないけど。残念ながら。こんなもん戻ってくるんだよ、すぐ。一瞬こうやっていなくなるだけで戻ってくるの。残念ながらね。あ、病気になったらね。まあ、そんなもん。会社の先輩と見てるのやめてくださいよ、それは。ちょっと恥ずかしいな。うん、おっさん、鏡ある？鏡なんかいらないんだよ。生放送中は俺の映像が自分の顔は自分の顔が映ってるの。鏡と変わらないんだよ。バカなの？アホなの？自分の映像は自分で見えてます。鏡と一緒です。あなたら、鏡あるの？ないでしょ。煽ったりとかアンチコメント打ってるやつ。自分の顔を鏡で見てきな。洗面台で。手鏡で。あ、手鏡なんてないか。洗面台で見てきなよ。どんな顔して。どんな顔してるのか、今。顔がこれピク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 してんじゃないの？引きつってんじゃないですか、ここら辺が。煽れば煽るほどコメント打つ。バカだね。バカはバカだね。な、言えば言うほどコメントが上がるんだよ。そう、俺よりマシだろ。俺と比べないと維持できない顔。かわいそうですね。46歳のこのおっさんと比べて、ね、46のただのジジイだよ。歯抜けのジジイと比べてマシっていうレベルの顔だよ。マンダム。情けないね。だって俺と比べてんだぜ、46の親父と。俺がお前の立場だったらお前はず首くくるだろう。
大丈夫、ミオリの匿名さん。一生俺の立場なんかなれないから、有名なこのな、配信者にはなれないから、お前がそこに行くなんて努力も何もしないでそう、俺の立場、バカ言うな。なれるわけねえだろ。何を同じ土俵に上がったこと言ってんだお前。上がれるわけねえだろ。ゆうやくんはまだまだ若造、まあ、そう言ってもあれですね、応援していただけるってあれです、55歳の方ね。真剣に見てるやついないから大丈夫。そうだろ？俺もだから遊びの中ね、皆さん肩の力を抜いてさ、リラックスして楽しもうぜ。まあ、今日だけだけど、もうラストなんでね、今日ね。今日だけの放送だけど、本当に。お前見たら底辺になりたくない。だからさ、俺見たら底辺になりたくないなって言って、ここの放送を見ることしかできないでしょ。まあ、どんぐりの背比べなんだよな、そういう人って。人をバカにしながら見てる人間って、俺みたいな人間を見ないと維持できない。この精神状態を。ありがたいよ。皆さんが自殺しないから。そのおかげで、俺がもしいなくなってしまったら、ね、多分首吊って死んじゃう可能性もあるから。だから俺という存在が、皆さんの生命をつないでいる。よかった。本当に。俺の存在に感謝してよ。